次に電気床に関する小ネタ紹介です。電気床を受けた時のリアクションをまとめてみました。まずは通常時です。ビクビクしてましたね。次は這いずりです。ちゃんとノックバックで元の場所に戻ります。最後に段ボール状態です。クレイモアよりただの字ですね。3回食らうと死んでしまうので、良い子は真似しないでください。実は、段ボールで電気床を食らう際に、バグる方法があります。コツとしては、段ボールを装備して、電気床を食らう直前で、来た方向に向き直す感じです。このようにカメラ切り替えが高速になったら成功です。するとプルプル震えながらノックバックを繰り返します。バグ加速中。これを画面のように、通路の左側で発生させてみると、最終的に壁にめり込み、裏側の世界へ行くことができます。このバグを利用して、電源盤破壊をスキップすることもできます。そして同じフロアの壁の向こう側にいた、オタコンを近くで見ることができ、面白いですね。特にリアクションはないです。バグですからね。